エントランスオブザフォレストのおしゃべりオブザフォレスト。One Friday night I saw you at old diner. I turned on the jukebox and played my girl. You know I never dreamed of it was love. 皆様いかがお過ごしでしょうか。エントランスオブザフォレストでございます。ありがとうございます。高木でございます。本日ですね、ご紹介するギターはこちら、マリオギターズ T ホローでございます。イエイ。バビさんの動画でメーカー名すら聞いたことがなかったギターでございまして、このチャンネルでおなじみとなっておりますですね、あのミュージガッキーそうよ、名前出してあの代理というか輸入してらっしゃるメーカーで、あそこのね、マニアックな頃海外のブランドを引っ張ってきてるうちの一つで、今多分日本在庫ないんかな、まあ見たまま通りテレキャスターなんですけど、もともとなんかそのカントリーギタリストがギターを作り出したみたいな話をなんか中で読んねんけど、まあ宮地楽器さんの方で、まあまあ詳しいことは URL 貼っときますんでで、別に阿部さんテレキャスターは、まあ、欲しい欲しい言うてたやん、うん、そう欲しい欲しい言うてたけど、別にそのじゃあ阿部さんが調べに調べ回ってこれにたどり着いたかって言ったらそういうわけじゃなくて、うん、実はこのフロントについてるこのゴールドフォイルっていうこのシングルフォイルがあるんですね、うん、テスコのギターに乗ってたピックアップなんですよ、うん、で阿部さんのライクーダー好きが高じてですね、そのゴールドフォイル乗ってるギターなんかないから探しに行ったら、たまたまこれにたどり着いたと。そうそうそう、えげつない経緯よな、うん、テレキャ欲しいなぁは、まあ欲しいは欲しいけど、まあそのうち欲しいなぁから、うん、ゴールドフォイルのギターの方がやっぱ欲しいなってなって、いやだからそのテレキャスター買って乗せるとかストラトに乗せるとか考えてたんやけど、うん、まあなんか見てたらなんか、あなんか良さそうやなと思って、うん、まあまあ、めっちゃ軽いし、そうこれね2キロ半ぐらいしかないんですよこのギター、むちゃむちゃ軽い、うん、でまあなんで軽いかというとセミホロー長くどうなんで、うん、一応アッシュボディの、まあ、ホロー で、うん、で一応ピックアップ今多分ゴールドフォイル作ってるのって何社かあると有名なのがローラー、うん、これローラーのゴールドフォイル と、ローラーのテルのリアが乗ってまして、うん、またこれもちょっとですねあの手元映像でご覧いただこうかなと思うんですが、多分ね皆さん聞いたことないと思うんですよね、このメーカー知ってる人だいぶマニアックか、宮地楽器に足しげく通ってるお客さんがこっちかしらなというわけで手元映像で撮っていきたいと思います、はい、でこれが今言ってましたそのゴールドホイル、もともとテスコのギターに乗ってた、ピックアップでございます、はい、でこれが、ローラー製のゴールドホイルと、テルのリアが乗ってて、うん、テルのリアはねローラーのやつ多分3種類ぐらいか4種類あるんですけど、何が乗ってるかは分かりません、ローラーのテルのリアとだけ記載ございます、はい、でこのゴールドフォイルってこれハムバッカーなんかなミニハムなんかなと思うんですけど、実はこれ思いっきりシングルでございまして、うん、あの別にスタックでハムキャンセルしてるとかではない感じです、うん、で色ね色、うん、青というか緑というか人種によってこう呼び方が違うんじゃないかっていうこの絶妙な色合いしております、はい、でこれアッシュボディのホローなんでこんな感じですね、アッシュの木目が綺麗に見えておりまして、はい、でこれ珍しいね、指板がエボニー、うん、珍しい、そうだからアッシュボディメイプルネックエボニー指板、うん、フェンダーでは聞いたことないような、うん、なんもないような仕様でございましてですね、でこのまま、こんな感じでいくとヘッドに、ブランドロゴが入っておりますね、うん、マリオギターズ、うん、で結構レリックなってるんですけど、これもともとレリックなんで別に阿部さんがボコボコにしたわけではなくてですね、うん、はい、でちょっとやっぱり音出してみようかな、そう今でクリーンフロントでクリーン、フロントで、はいはい、まあフォロー感はあるけど、うん、やっぱりそのシングルコイルやからやっぱシャキッとしてるっていうか、うん、そうやな、でリアはリアはおもろい、でこれミックスの音がやっぱおもろいねんな、面白いな、あのフォイルとテレのリアのミックスってなんかはなかなかないよね、うんうんうん、ない、結構面白い、かわいいよね、あでもあれ D90 とミックスよりかはやっぱりシングルコイル純粋な、まあ純粋なシングルコイルっておかしいけど、うんうん、やっぱそのいわゆるテレのミックスに近い音はしてるけど、うん、やっぱちょっと違うというか、そうやな、
で、これちょっと一回ちょっと今足元にですね、TS9 つないでおります。ちょっと一回歪ましてみましょうかね。そのリアのまま添えてもらって。リアね。うん。やっぱ巻き弦の感じがやっぱホロー感あるというか、うん、ちょっと、うん、そうやな、ホローのテレキャスターの音するな、うん、あのソリッドのテレキャスターってもっとこうガガガガガガってこう、うんうんうん、噛みついてくるけど、やっぱちょっとこうボワッと広がるというか、うん、ちょっとフロントも別の押してみてくれ。もう蹴ったろうとするような思ってなんか味わいあるというか、味わいあるな。 P90 よりは細い全然、うんうん、けど普通のそのテレのピックアップよりはなんかもっとカラッとしてるんかな、うん、まあまあホロボディっていうのもあるかもしれないけど、うん、やっぱ独特やわ、うんうん。で結果、そのアミさんゴールドフォイルが欲しくて、ゴールドフォイル乗ってるギター買ってみて、どうかいう感じだ、どういう感じっていうか、どういう感じ、ゴールドフォイルで良かったなって感じです。あ、うんうん、うん、そらやっぱね、こういうのってやっぱ好きなギタリストとか使ってるのを見てね、うんうん、欲しなって買うもんが普通のね、うん、美しい流れやと思います、はい、というわけでまたこれもですね、オケ中で聞いていただきたいと思いまして、まあ今ちょっとお聞きいただいており、これも相当いないだろうとしておりますんでですね、いつも通りうちのオケでいかにいらないかをですね、確認していただければと思います、うん、はい、それではそちらお聞きください、どうぞ。でしたでしょうか。全ポジション、グリーンクランチでいただきました。はい、ネタだったですね。あえて、あれぐらいの歪みがこの人にはあるんじゃないかということで。まあ、このゴールドホイールですね。うん、で、なんかもともと、あれやな、もっとこう、メローな感じらしいんですけど、あ、そうそうそう、安倍さんが高さを下げて、マギエンもっとパリッとしてほしいなってことで、あの、微調整されてるんで、本当はもっとこう、ポコポコに。うん、全然ジャズもいけるんじゃない。ああ、ぐらいメローな、もっとするらしい。はい、やっぱりその、ミックスの音、フロント単品の音、まあ、ここはまあいわゆるリアの、あのテレの、うん、あのフォロー系の音してるけど、やっぱりなんか独特やな。うん、なんか、こいつがおるだけで全然バランスが変わってるな、ミックス。で、なんか一発目に入ってきた、この今に入ってきたギターを、多分アベッチの方で、その後まあ、何本か入ったかどうか知らんけど、下手したら日本にこれしかないかな、その。ああ、その時に。そうそうそう。で、宮地明さんが、その、これ含め何本か入れた後に、まあ、次のオーダーかけてたんで別には知らないですけど、まあ、そんな記事も出てこないんで、ひょっとしたらそのファーストロードとか最初にかけたオーダーも漏れたら大きいかもしれないですけど、まあかぶることないわな。まあそう、何これって言われるの、いや、要はどこ行っても言われるよな、どこのギターですかみたいな。一応 YouTube とかで検索したら結構なんかで映像何個か出てきたから、デモ演奏的なやつ、もう紙取り系の人がもううわーやってるんで、もうびっくりするの、目と見てるぐらい上手い人がみんなわやわやわやってやってあるんで、あ、面白かった、そんな映像もあったので、ご参考いただけたら。あとは、うちのライブ動画ね、あ、2020年1月の三茶のブレイブルズムーンでやったフルのライブ動画上がってるんですけど、それが全編これ弾いてますんで、うん、まあ、これを阿部さんが使って、あのパーツ踏んだり、何や踏んだりして、
どんな感じなの、どんな感じなの、混ざった感じ、うん、どんな感じなのかなっていうのをご興味あればもうそちら見ていただければと思います。まあ僕が思う、まあ、これかメイプルシュワのストラートリバーセットのやつが僕の中で阿部さんがよう持ってくるなって、高木的に思う阿部メインギターの日本の作る方なということで今回はですね、マリオギターのTホローをご紹介しました。ほぼ他で見ることないと思う。もしよかったらネットで検索してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。エントランスオブザフォレストでした。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。